1942年のゲッペルス一家。ヒルデガルト、ハラルトクバント、ヘルガヘルムート、ヘイトビヒ、マクダ、ハイドルーン、ヨーゼフ、ホルディーネ。軍務についていたため同席できなかったハラルトの姿が合成されていることでも有名。ゲッペルス家の子供たちは、ナチスドイツの国民啓蒙、宣伝賞だったヨーゼフ・ゲッペルスと、妻、 マクダ・ゲッペルスの間に生まれた一男五女の6人、兄弟を指す。子供たちは1932年から1940年にかけて生まれ、1945年5月1日に、ベルリンで両親によって殺害された。マクダ・ゲッペルスには、先の結婚で、ギュンター・クバントとの間に生まれたハラルト・クバントという、息子がいた。ハラルトは、ゲッペルス夫妻と、 両子縁組をしていたが、下の兄弟が、両親によって殺害された際、23歳だった、ハラルトは不在であった。ハラルトは、その後1967年に死亡した。本校では、このハラルトクバントについても取り上げる。全員の名前が、H から始まることに対し、アドルフ・ヒトラーへの敬意だと考える者も,もいるが、この説を裏付けする証拠は存在しない。 マクダが最初に結婚したギュンター・クバントは、最初の妻との間の子供二人に、H から始まる名前をつけているので、ここに由来する、可能性もある。マクダの母親アウグステ・ベェレントもこの説を支持しており、彼女は、子供が生まれるど、H から始まる名前を探すのが、一家の無邪気な楽しみになっていたと証言している。ドイツ少年団の制服に身を包んだ10歳のハラルト、クバントが、 母マクダとヨーゼフ・ゲッペルスの結婚式に出席する様子。後ろにはベストマンを務めたヒトラーの姿もあるマクダ・フリートレンダーは1921年1月4日に実業家のギュンター・クバントと最初の結婚をし、1921年11月1日にマクダにとって第一子となるハラルトを出産した。しかしその後、クバント夫妻の婚姻関係は破綻し、 1929年に離婚した。その後マクダは1930年9月1日にナチ党へ入党したが、当初はボランティア活動を行っており、熱心に政治活動に参加していたわけではなかった。マクダは、その後、地方の支局からベルリンにある党本部へ移り、ヨーゼフ・ゲッペルスの指摘論文を任されることになる。マクダとヨーゼフが恋愛関係になるのは、 1931年2月に友人たちと行った短期のバイマル旅行中のことだった。二人が結婚したのは1931年12月19日のことで結婚式にはアドルフ・ヒトラーも出席した。ハラルトは母とヨーゼフの結婚式に参加しただけでなく、養父とのつながりも示すことになった。時にはヨーゼフと共に集会に出席し、ヒトラー遊園との制服を着て、 ヨーゼフおじさんのそばに登壇したりした。ヨーゼフは大臣に就任した後、ハラルトとゲッペルス家で同居するために、マクダを離婚状向上の義務から解放するよう、ギュンター・クバントへ要求し、それを受けてハラルトは1934年までにゲッペルス家へと完全に移住した。その後ハラルトは1940年にドイツ空軍に志願入隊して、高下両兵となり、 クレタ島の戦いを皮切りに各地を伝染した。1944年9月にイタリアで重傷を負ってイギリス軍の捕虜となり最終階級は中尉であった。ハラルトは結果として唯一第二次世界大戦を生き延びたマクダの子となった。1954年にジップ・ギュンターが死亡するとクバント時の財産と事業を相続し、 1950年代から60年代にかけ、彼は西ドイツ経済を引っ張る実業界の大物となる。ハラルトは1967年に自家用飛行機の事故を起こしてイタリアで死亡したが、その際には妻と5人の子供を残すことになった。ゲッペルス夫妻最初の子供となったヘルガは1932年9月1日に生まれた。ヨーゼフは 長女ヘルガを誇りに思っており、オフィスから帰ってくると、まっすぐ彼女のベッドに向かい、自分の膝に彼女を乗せるほどだった。ヘルガはお父さんっ子であり、母、マクダよりも父ヨーゼフになっついていた。彼女は泣いたこともなく、青い目を輝かせながら、ナチの役人たちの言葉へわけもわからないながらに耳を傾けるような素晴らしい赤ん坊だったと報じられている。 ドイツ人の子供が大好きだったヒトラーが夜遅くまで話し込みながらヘルガを自分の膝に乗せることも珍しくはなかった。ヒトラーの誕生日だった1936年4月20日には彼女が妹ヒルデと共にヒトラーへ花を贈る様子が撮影されている。ヘルガは殺害された時12歳であった。彼女の遺体には顔を中心にあざが認められ。 殺害に使用されたシアン化合物カプセルを口に押し込まれた際に抵抗したことが示唆されている。1934年4月13日に生まれた次女、ヒルデガルトは、ヒルデ、ヒルデの愛称で親しまれた。ヨーゼフは1941年の日記で、ヒルデのことを小さなネズミ、エイリトルマウスと表している。百三十六年のヒトラーの誕生日には、姉ヘルガと共に、 ヒトラーへ花を送った様子が写真に収められた。死亡時ヒルでは11歳であった。マクダ、ヨーゼフ夫妻と子供たちが1938年にオーバーザルツベルクのケールシュタインハウスへヒトラーを訪ねた時の写真。左からヒルで、ヘルムート、ヘルが1935年10月2日に生まれた。ヘルムートは神経質で夢見がちなところがあると考えられていた。父ヨーゼフは、 日記の中でヘルムートを指して同化者クラウンと書き残している。ヨーゼフはランケ小学校の教師からヘルムートの進級は疑わしいと報告を受けて落胆したが、ヘルムートはその後母や家庭教師の激烈な教育に応え進級を果たしたという。彼は私列強制を行っていた。1945年4月26日、ヒトラーの前で父が書いた 誕生美祝のスピーチを朗読したヘルムートは、姉ヘルガに父親を真似していると指摘されたが、逆に父こそ自分を真似しているのだと言い返したという。1945年4月30日、ヘルムートは、相当地下号で負傷者の手当に当たっていた15歳の看護師、ヨハナルーフにちょっかいを出し、平手打ちされている。ルーフは後々になるまで、この少年が、 ゲッペルス家の息子だと知らなかったという。後に、ヒトラーの秘書だったトラウデジュ・ユンゲは、子供たちと相当近下にいて、ヒトラーが自殺する際の銃声を聞いたと述べている。ヘルムートはこの音を近くにあった、迫撃砲のものと勘違いし、敵に命中だ。と叫んでいた。殺害の時、ヘルムートは救済であった。サンジョ・ホルディーネは1937年2月19日に生まれた。 ホルデという愛称で呼ばれていたが、これは彼女を取り上げた医師のシュテッケルが、なんとかわいらしい。と叫んだためである。マイスナーは、ホルデについて、子供たちの中で、最もおとなしく、他の兄弟に、押しのけられたところがあってた小なりとも、悩みの種だったようだと述べている。父ヨーゼフはこれに対し、ホルデを、自身のお気に入りにし、ホルデの側も、この検診に応えた。 亡くなった時彼女は8歳であった。1938年5月5日に生まれたヘイトビヒはもっぱらヘッタと呼ばれていた。1944年には大きくなったら親衛隊の副官ギュンター・シュベーガーマンと結婚すると息巻いていたが、これは彼が義眼であることに魅了されての出来事だった。ヘッタは死んだ時6歳だったが、これは 彼女が7歳になる誕生日のわずか4日前のことであった。末娘ハイドルーンは1940年10月29日に生まれたが、この日は父、ヨーゼフの誕生日でもあった。彼女は、チェ個人女優リダ・バーロバとヨーゼフの常時を経て、両親が和解した後にできた子供だったため、和解の子ザ・レッキン・ジリーション・チャイルドと呼ばれたという。ローフスミッシュは彼女を、 小さなフラートリトルフラートと表現し、相当地下号では、彼女と共にジョークを言い合うこともしばしばだったと述べている。彼女は、ハイデハイデの愛称で親しまれたが、殺害された時4歳であった。空殺したシュバーネンベルダー。ハーフェル側の中州であり、白鳥中州という意味を持つ1934年、自身と家族のプライバシーを求めたヨーゼフは、 ハーフェル川の島シュバーネンベルダーの敷地内に壮大な屋敷を購入した。彼は合わせて川で使うためにバルドゥル号と名付けたモーターヨットも購入した。ハラルトには1階の子供部屋が与えられたがヘルガとヒルでは1つの部屋を分け合うことになった。子供たちには庭で乗り回すようにポニーに加えて小さな馬車まで与えられた。2年後、ヨーゼフは 隣人の不動産を購入して庭を拡張し自身の隠遁のために取り出したデルを建設した。その後、ヨーゼフの職権を受けたベルリン氏は彼の皇帝としてランケア無防限税に2軒目の湖畔の家を建設したが、この家は家族が週末を過ごす家として十分な大きさであった。ヨーゼフはその後、防限湖の反対岸に 大きな現代風の家を追加で建てている。ゲッペルス夫妻の結婚は、1938年のバンカに、チェコ人女優リダ・バーロバとヨーゼフの常時が発覚したことで大きな危機を迎える。この一件に関しては、自身の交換の一人が、スキャンダルにより離婚することなど望まないとヒトラー、自ら取りなし、ヨーゼフにバーロバと別れるよう迫っている。この結果、 ゲッペルス夫妻はこの年の9月までに停戦協定を結ぶに至った。この時点でも夫妻は別の異世界の種を抱えていたが、再びヒトラーが取りなし、夫妻が共にいるようにと丸め込んだ。ヒトラーは女優を追放すること、また、マクダの作るであろう、合理的条件を飲んだ上で、今後も夫妻で、公の場に出席するよう合意を取り付けた。マクダの付けた条件の一つには、 ヨーゼフはシュバーネンベルダーを訪れ、マクダの許可があって初めて子供たちに会えるという条項があった。また、翌年もマクダが離婚を望んでいるならば、ヒトラーはこれを認め、ヨーゼフを罪人として扱い、マクダはシュバーネンベルダー、子供たちの親権、また相当な収入を得ることができるとされていた。ヨーゼフはこの合意を徹底的に遵守し、訪問の前にはいつでも許可を求め、 マクダが、不在の時は残念でならないと述べ、家族のお茶の席で、彼女がいる時には、自分の席を優しく譲るほどだった。子供たちは当時、誰一人として両親が別居していることに気づかなかったようだと述べられている。国家青少中の父ヨーゼフと娘たち。1937年、ベルリンのザルバウで開かれたクリスマス祝賀会にて1937年、ヘルガとヒルデは、 父と共にベルリン春キレガッタに出席し、この様子が写真に収められた。また1939年には、障害児の安楽死を掲げた T4 作戦のプロパガンダ映画において、ヨーゼフが隠しカメラで撮影した子供たちの映像が、障害児の健康な対象として用いられた。1942年の間、子供たちは34回にわたって週刊ニュース映画に登場し、 彼らの生活や母、マクダを助ける様子、父ヨーゼフ45歳の誕生日に庭で遊んだり歌ったりする様子が流された。この年の10月、ヨーゼフはドイツニュース映画会社からの贈り物として子供たちが遊んでいる様子を映した映画を受け取っている。1943年2月18日、ヨーゼフは彼の演説として最も有名な総力戦演説を行ったが、 この時母マクダと共にヘルガとヒルデが写真に収められている。フォア文化での部屋ドリ計画赤軍の手は1945年1月終わりの段階ですぐ近くまで迫っており、ヨーゼフは家族でランケの辞書から比較的安全なシュバーネンベルダーに移ることを指示した。子供たちはすぐに東からなる大砲の音を耳にするようになり、どうして 雨が雷の後に続かないのか不思議に思っていたという。赤軍がベルリン郊外に達する直前の1945年4月22日、ヨーゼフは子供たちをフォアブンカーに移したが、この建物はさらに下方の相当地下号と続いており、ベルリン中心部にあった相当官邸の庭の地下に掘られていた。ヒトラーとごくわずかな側近だけが相当地下号に泊まり、ここから ベルリンの防御を果たすべく指揮していた。親衛隊の将軍カール・ゲープ・ハルトは子供たちをヨーゼフと共に市外へ逃がしたいと求めていたが、この考えは放棄された。ベルント・フライターク・ホン・ローリング・ホーフェンの証言によれば、子供たちは悲しんでいたとのことだが、看護師として地下壕で多くの時間を共にしたエルナ・フレーゲルは子供たちが魅力的で、 誰もみんな相手を楽しくさせてくれる存在だったと述べている。子供たちは地下号でヒトラーの犬ブロンディと遊んでいたと記録されており、全員が一室で寝起きした。多くの報告書から部屋には三つの独立した二段ベッドがあったと推測されるが、ヒトラーの秘書だったトラウデル・ユンゲは二つしかなかったと主張していた。子供たちは地下号の中で成長していたと言われ、ヒトラーや負傷した。 ローベルトフォングライムの前でこれを披露したほか、パイロットだったハンナ・ライチュの式で遊び歌を歌ったこともあったという。ユンゲは、同年4月30日にヒトラーとエイファ・ブラウンが自殺した際、子供たちと共にいたと述べている。また、ユンゲは、ヒトラーの後追い自殺を決意した後のマクナは、子供たちを見ては泣き出すありさまで、ユンゲが子供たちの面倒を見ていたと述べている。進行してきた。 ソビエトの赤軍が残虐行為や強姦に及んでいるという噂がベルリンを駆け巡り、相当地下号の中ではソビエトによる恥ずかしめや罰から逃れるための自決が盛んに話し合われるようになった。ヨーゼフはヒトラーの遺言に追伸を追加し、ベルリンを脱出せよという命令には従わず、人間性と個人的忠誠心のためにこの場所に泊まることを宣言した。さらに、 妻マクダと子供たちもベルリン脱出を拒み、地下号での死を決心したヨーゼフを支援した。彼は後に子供たちが自分の考えを口に出せるほど成長していれば自決の決心を支持してくれるだろうと述べている。パイロットのハンナライチュと秘書のトラウデル・ユンゲが地下号に泊まった人々から外界の人々への手紙を運ぶことになった。この中にはマクダが 連合国側の捕虜収容所にいたハラルトへ宛てた手紙も含まれていた。ハラルトはこの時ベンガジで捕らえられていた。翌日、ゲッペルス夫妻は、神衛隊の司会、ヘルムート・クンツを呼び、6人の子供たちにモルヒネを投与して、意識を失わせ、口の中にシアン化物のアンプルを入れようとした。クンツの後の証言によれば、彼は子供たちにモルヒネを投与したが、 死案化物を口に入れたのは母マクナと親衛隊中佐でヒトラーの個人的主治医も務めていたルートヴィヒ、シュトゥンプフェッカーであった。クンツの証言によれば子供たちは一部屋に集められており最初にヘルがついでヘルムートそして残りの子供たちにモリヒネを投与したという。地下壕で電話、ラジオ操作士を務めていたローフスミッシュはベルナーナウマンからシュトゥンプフェッカーが子供たちへ 甘い何かを飲ませるところを目撃したと聞かされたことを証言している。ミッシュはマクダの子供たち殺害にシュトゥンプフェッカーが手を貸していたとも述べている。別の証言ではこの朝子供たちはベルヒテスガーデンに行くのだと聞かされ、シュトゥンプフェッカーは子供たちを鎮静させるためのモルヒネをマクダに渡すよう言われていたとされている。看護師だった。 エルナ・フレーゲルは、モルヒネ注射前に、マクダから子供たちへ、地下壕生活が長くなるので予防接種が必要なのだと述べて安心させていたと証言した。分筆家のジェームズ・ーオドンネルは、シュトゥンプ・フェッカーが子供たちへの薬物投与に関与していた可能性は高いが、マクダが自分で子供たちを殺害したのだろうと結論づけている。彼は、シュトゥンプ・フェッカーが、 この翌日に死亡した格好の標的であることから、目撃者たちが子供たちの死をシュトゥンプフェーカーのせいにしたのだろうと推測している。加えて、オドンネルが記録しているように、シュトゥンプフェーカーは子供たちの死という責務を負うには、興奮しすぎていた可能性がある。マクダは、少なくとも1ヶ月前から子供たちの殺害について、熟考し話し合っていた様子である。戦後、全部、 ギュンター・クバントの義理の姉妹にあたるエレアノーレは、マクダから自分の子供たちには、父親が今世紀最大の犯罪の一つを推し進めた人物だと聞きながら育ってほしくはない。それよりは転生の方が子供たちにとってよっぽどいい未来だろうと聞かされたと回想している。マクダはアルベルト・シュペイヤなど周囲から子供をベルリンの外へ逃がすよう勧められても、ガンとして聞き入れなかった。 子供たちは差し迫る危険に気づいていないようだったが、長女のヘルガだけが、大人たちが戦争の成り行きについて、彼女に嘘をついていることに気づいているようで、彼らに何が起こっているのか聞いてきたという。ミシュは生存している子供たちを目撃した最後の人物の一人であった。ミシュの仕事場にあった一つの机を囲むように座った。子供たちは全員ナイトガウンを着て寝支度をしているようで。 母マクダは彼らの髪を溶かして、キスをしていた。末娘の灰ではテーブルによじ登っていた。ミシュが、兄弟の中で最も素晴らしいと称えていたヘルガは、最後の夜を前に、さめざめと泣いていて、憂鬱そうな表情だった。ミシュはヘルガが母親をほとんど好いていないようだと感じた。マクダはフォア文化へ繋がる階段へとヘルガをせき立てた。 扁頭炎で首にスカーフを巻いていた4歳のハイでは、振り返って、ミシュを見て、クスクス笑い、母や上の兄弟が、上階から呼ぶ直前に、からかうように、ミシュ、ミシュ、お前は魚だよ、ミッシュ、ミッシュ、ジュビストアインフィッシュ、と話した。ミシュは後に、何が起ころうとしているのか疑問に思ったこと、引き止めなかったことを、いつまでも後悔していることを明かしている。翌日ソビエト軍が、 地下頃へ侵入した際、寝巻き姿の子供たちの遺体は、彼らが殺された二段ベッドの中で見つかった。ソビエトが行ったヘルガの検視では、複数の黒、青あざが記録されており、ヘルガが起きていて殺害者に抵抗したことが示唆されている。検視写真では、顔がひどくあざだらけだったことから、口にシアン化物のカプセルが挿入される際に、 ヘルガが抵抗してできたものだろうと推測されている。ヘルガは顎が破壊されているほどだった。1945年5月3日、イワン・クリメンゴ中佐率いるソビエト軍は中庭で焼かれたゲッペルス夫妻の遺体、地下のホアブンカーで寝巻き姿の子供たちを見つけた。海軍中将、ハンス・エイリヒホスが面倒死のために、相当官邸の庭に連れてこられたほか、 ヨーゼフの宣伝省の最高幹部の一人であったハンス、フリッチェも遺体確認をさせられた。彼らの遺体はソビエトの医師による検視、死因審問のためベルリンのブッハウ墓地に運ばれた。何度も試みたにもかかわらず、子供たちの祖母にあたるアウグステ・ベイレントですら遺体に何がされたのか知ることはなかった。その後、ゲッペルス一家、ヒトラー、エーハブラウン、 ハンス・クレープス、ヒトラーの飼い犬、ブロンディの遺体は、繰り返し埋めたり掘り起こされたりされた。最後の埋葬は、マクデブルクにあったスメル氏の施設内で1946年2月21日のことだった。1970年、KGB の議長だったユーリアン・ドロポフの指示により、遺体は破壊された。1970年4月4日、KGB のチームは、 詳細な埋葬図を用いて、マクデブルクのスメルシュの施設で5つの木箱を掘り出した。箱に収められていた遺体は燃やして破壊され、エルベ川の支流であるビーデリッツ川に散骨された。2005年、ローフスミッシュが、ゲッペルス家の6人の子供を記念したプラークを設置するよう呼びかけたことから、論争が巻き起こる。批評家たちは、ナチの指導者の子供たちを称えることで、 ホロコーストの犠牲者の記憶が傷つけられるのではないかと危惧した。ミシュは、両親の犯罪はさておき子供たちは無実であったのだから、両親同様に犯罪者として扱うのは不適切で、戦時中の他の犠牲者と同様に殺害されたのだと主張した。1988年にブラッドリナ・ウィーバーが発表した歴史改変 SF ムーン・オブ・アイスでは、ドイツが 第二次世界大戦に勝利した世界を描き、生き延びて大人になったジジョヒルデが父に反逆して、無政府主義者となって、ハンス・ヘルビガーの説いた宇宙合理説を取り込んだ、ナチスの目視録的野望が書かれた、ゲッペルスの犯罪に一を世に出すと脅迫する筋書きになっている。リナ・ビーバーはこの作品で、プロメテウス賞を受賞した。 ドイツ人作家マルセル・バイヤーが1995年に発表した歴史フィクションフラヒューンデイは長女ヘルガと架空の人物ヘルマン・カルナオの視点に立って描かれている。この作品は日本でも夜に蘇る声として訳本が出版された。2017年にユーリラストが発表したグラフィックノベルボイセズ・イン・ザ・ダークはこの夜に蘇る声を下敷きにしている。2004年の映画 ヒトラー最後の12日間では、アリネ、ゾーカーが、長女、ヘルが、シャルロッテ・シュトイバーが、次女、ヒルで、グレゴリー・ボーラインが、ヘルムーと、ラウラ・ボーラインが3女ホルで、ユリア・バウアーが4女を減った、アメリエ・メンゲスが5女ハイデを演じた。この映画では、ルートビヒ・シュトゥンプフェッカーが子供たちを眠りにつかせる、傾向薬を与えた後、マクダ自ら毒殺に関わり、 シアン化物のカプセルを口の中で壊したという筋書きを取った。劇中、他の子供たちは薬を喜んで飲む中、長女、ヘルガだけが、母とシュトゥンプフェカーの指示に抵抗しようとする様子が描かれる。2005年のドキュメンタリーザ・ゲッペルス・エクスペリメントは、ルッツ・ハッハ・マイスター監督、ケネス・ブラナーナレーションで制作され、映画の最初と最後に、アーカイブ映像が流される。 2010年にエマ・クレイギーが発表した歴史改編 SF チョコレートケーキウィズ・ヒトラーではヘルガの目を通して地下壕で過ごした子供たちの最後の日々が綴られる。ユゼフ編による2011年の小説サスとナハム・ラザスでは末娘ハイデがベルリンの通りで生きて見つかったという物語である。同じ年にトレーシー・ローゼンバーグが発表した ヤングアダルト向けの歴史改編 SF ザ・ガール・イン・ザ・バンカーはヘルガを主人公に子供たちが地下校で過ごした最後の日々が描かれる。2017年にフランスで制作されたドキュメンタリーマクダ・ゲッペルスでは母マクダの人生を描く過程で子供たちがプロパガンダ用のニュース映画に登場していたことも取り上げられたがこの作品は NHK で ナチスのファーストレディーとして放送された。ありがとうございます。